Welcome back. 8月17日、ハヤトブログです。2018年、今日は金曜日。今日も半日切り上げて帰ってきました。はい、残りもう、日数少なくなっておりますけれども、これをですね、片付けないといけないんです。はい、これをしまったりとか、もう片付けをね、どん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 続けないといけないので、そうですね、今日片付けに専念します。なので、ビフォー&アフターということで、ビフォアを撮っておきましょう。はい、そんなに変わんないかもしれないけど、まあそうだね、2回もちょっと見せるわ。で、洗濯機ね、洗濯機は持っていくので、まあこれはこのままで、そう、このもう、そう、これをね、空っぽにして売って、あれも空っぽにして売って、これは持ってきます。はい、で、このバスルームを、まあそうだね、物はもうすべて出して、物は出して、で、そうだね、明日掃除できるようにしないとな。おばさんが手伝いに来てくれるんでね。申し訳ないよね、親戚に手伝ってもらうってね。でもすいません、掃除屋を雇う金がないのでしょうがないです。はい、この子供のおもちゃとか、このカーペットとか、そういうのも取って、明日いとことのおばん来るときに、もうこれはもう掃除、徹底的に掃除ができるようにしましょう。まあちょっとこれ大きいので、ああ、これ解体しないと出ないな。やべえな。解体しよう。はい、そんなこと考えてないで。まあ、次々。あれは解体して持ってきます。あれも解体して持ってきます。あれも、あれ解体せずに持ってきます。とにかく、まあ、これが、今日の夜までにはどう変わってるでしょう。そんなところで、下に戻りましょう。で、掃除だけやってると思いきや、サラリーマンの仕事もしっかりやってましてですね。そして、まあ、自分のビジネスの方も、今日一つね、新しいメンターにお金を出しました。はい。850ドルかな、今日払って。彼が教えてくれるのは主に、まあ新しいやっぱり営業方法だよね。やっぱりここ今んとこ、前のメンターとか2人ほどつけて学んだのが、実際 Facebook どうやって回すかっていうところで、 Facebook で実際もう結果が取れるようになったわけですよね。実績が出るようになったわけですよね。で、まあ100%ではないけれども、まあすごくいいところまで出るようになって、それが一応、まあどういう、なんていうのかな、このプロセスを踏んで、実際お客さんのためにFacebook を回す、べきなのかっていうことが分かったので、あとは今度やっぱり自分のビジネスを会社としてどう作っていくか。だから僕が全てやっていくっていうようなことをやっていったら、もちろん自分の技は極まるかもしれないけど、僕一人だったらもう多分お客さん20ぐらいでもう天井打っちゃうんだよね。で、それでパンパンにいっぱいに忙しくなっちゃって、うわー、何、時間がないとかってなったところで人を雇い出すと、今度どんどんまた崩れちゃうわけよ。だからもうやっぱり、その何でももうシステム、最初からもうシステム、人を雇うっていうシステムをこれからどうやって作っていくかっていうことを、忙しくなる前に前もって考える、ことにしまして、まあそういうような、こう他の人を使う営業方法だったり、お客さんが入ってきたら、その何て言うの、非常にこの、あれ、なんだ、難しい Facebook の話に到達する前に、やっぱりお客様から情報を入手したりとか、クレジットカードの、その決済いただいたりとか、なんかそういう、こう、実務、アドミニの実務を、人に任せるっていうのは、どういうふうにして任せるのか、それはどういう人を雇ってくるのかとかね、まあそういうようなことを、システム化していけるように、その人のノウハウを買うことにしました。なので今日は、まあそれが一つ、いい、前進でしたね。OK、では、始めるとするか。行くぞー。よっしゃ、途中経過。これが売れました。あれも売れました。売るつもりがなかった下のカーペットも売れました。イエーイ。そんで、こっち来て、ここにあった白いやつが売れました。うー、まあ大した金額じゃないんだけど、まあせいぜい2万円程度でしょうか。199ドルです。 OK、 飯でも食いに行くか。ご褒美に何食べようかな。オッケー、ソファーは今夜8時にピックアップに来るそうです。テーブルは、今日売れたんだっけ、昨日だっけ、昨日だな、もうなかったな。はい、まあテーブルがないので、ここでですね、食べます。また、冷凍牛丼です。韓国海苔です。納豆とほうれん草に、キューピーと、僕の好きなですね、ベトナム系のからしをつけて、ここで、まあちょっと携帯でちょこっと YouTube かなんか見ようかな。そうだ、引き続き本を聞きます。はい、ある、
起業家の方を引き続き聞こうかと思います。さて、寝る前にこれ撮るの忘れてた。ソファーがなくなりました。結構綺麗になったんだよね。今日結構片付いた。ビフォーアンドアフターのあれをちゃんとやったら結構綺麗に見えるんじゃないかな。これも売るつもりなんだけど、まあとにかく、まあそんなところで今日は寝たいと思います。はい、いい仕事しました。明日はね、いとことおばが、午後、ちょっとね掃除の片付けに来てくれるので、なんとかまあ、 あの大きなものはね動かせたというか、まあ売れたので、まあね、なんとか、部屋が空になってきたところでちょっとまあ掃除手伝ってもらえるところができたかなというところですね。 OK、 おやすみなさい。